藤川第1球カーブ投げた、フラフラッと上がった打球はセンターフライだ、センター取った、ゲームセット、試合終了、6対0、日本ロサンゼルスに王手となる1勝、初戦キューバを完膚なきまでに破りました、6対0。いよいよ準決勝ロサンゼルスラウンドに向けて王手となる1勝を挙げました日本。ほら諸岡さん絶叫してたよ。興奮してますね。興奮したね。さあ3月16日月曜日、お相手は乾きみこでございます。もう素晴らしかったね。お見事、強かったですね。6対0、見事松坂、すっキューバに強いね、打てないよキューバ、全然松坂なんか、もう素晴らしいね。途中でもうこの先見なくてもいいかなって思うぐらい強かったですね、強かったね。しかし俺もさ、もう体がもう反応するんだろうな、はい、うん、パッと寝て早めに寝ようと思って1時前に寝たんで、はい、1時前に布団入ったんだよ、でパッと目覚めたらちゃんと5時5分前、はい、素晴らしい、もう体が WBC になってんだね、素晴らしい素晴らしい、寝ながらでも、あ、試合始まっちゃうと思ったんだろうな、そうそう、もう5時5分前にピッと目覚めて、サンディエゴタイムで、タイム目が覚めましたか、ナイス、そうサンディエゴタイムに対応したから体がすごい、もうそれであれだよ、諸岡さんとさ、あの、はい、秋広さん聞いちゃってさ、絵を見ながらも音は実況はさ、はい、日本放送、それ最高のパターンですよね、最高のパターンだね、しかしいいけど音もずっと中継してたけど、はい、さん、さあバッターは小笠原、はい、はい、ありました、時々止まるんだよあれ、なんだろう、あの音は何なんだ、日本放送のさ、機械が 4,5 回あったよな、あったよな、ほらな、俺ずっと聞いてたんだよ、それでふってね、間があんの1秒ぐらいね、音が溜めてるわけではなくて音が消えちゃうのよ、はい、小笠原どうなったのかなって思うのよ、テクニックじゃないですかね、それが日本放送の LF 的なテクニック使いながら、引きつけるテクニックじゃないですか、実況中継ね、なんたって6対0気持ちいいじゃん、なんだよチャップマンなんか大したね、結構ビビったけどさ、俺もさ、チャップマン声164キロ投げるっつうからさ、当たったら痛いなとかさ思ったけど、ひどくないね、そうですよ、ね、前評判ではね、もうキューバはもう国民全体で野球が染み付いてるから、国中やってるんだから、もうカストロがね、いろいろ言ってたんだから、それがこれだもん、大したことなかったですね、もう勝てばこんなもんだな気持ちいいね、6対0か、それで今日勝ったから、はい、明日、明後日、そうです、明後日のちょうどビバリーの時間帯に試合をやってるんですよ ね、うん、始まるんだよね、韓国かメキシコどちらか勝った方と日本が対戦することになります、メキシコに勝ってほしいな、韓国にちょっと弱いからな、そうなんですよね、ちょっと苦手意識がやっぱあるな、まだまだな、まあ、盛り上がるのは韓国の方かなという気がするんですけど、最後のまたぶつかるのかな、どっちが来るかだけでございますが、まあ、日本放送では全試合中継いたしますのでね、やるここぞとぜひラジオで聞いてください、ここぞと来たら日本放送も、そうですよ、テレビは TBS がやってるからな、はい、独占して煽ってるから、ラジオは日本放送、はい、な、いやいや、よかったよかったと、というわけでございましては、さもう5時から、9時近くまでやってたもんな。そうですね。うん。すっかり見ちゃったよ、ね、その間、ディスカバリーも打ち上がって。そうらしいね。そうなんですよ。かわいそうに、影薄くなっちゃったね、ディスカバリーも。その中継もやってたんだろ、やってました。私、生で打ち上がるとこ見ましたよ。そっちも見てました。大丈夫だった、そっち。え、無事行ってま、行ってました。チャップマン乗ってた、チャップマン乗ってません。乗ってない、チャップマン。若田さんが乗ってました。若田さんの方か、はい、乗ってんの。昨日あれやってたじゃあ違うの、あの、竹下がやったやつは。あれは。あれで上がったのが月行ったのかなと思った。違います、前の話です。昔のやつ。昔のやつ。はい。おぼろげながらみんなが、あれ月行ったんだとか思ったんだけど、あれ違うね。昔です。なさ、そうで、その裏で、我らがまっちゃんが、うちの、ね、話題になってたけど、西田敏行さんやってる、いよいよ初のナイトスクープ、全国ネット。関東上陸しましたよ。朝、目5時5分前、目覚めて、まず気になったのは、ナイトスクープが視聴者何パーセント取ったかってことだね。昨日の特番。商売から。はい。うん、どうなったかと思って、結果は。って来て調べてもらったよ。はい。すごいよ。はい。惨敗。あれれれれ嬉しいね、こういうのは結構豪華バージョンでね、豪華バージョンで作ってましたよ、ゴールデンにやってましたが、なんとですね、はい、5.3 ってのはちょっとなこれまるで深夜帯のような時間そうだ、ね、の数字ですけれども、深夜帯と同じ数字だね関西では 20% 常にやってたけど、煽ってたけどね、最高視聴率 37%、はい、やっぱりね、ラテ欄に書いてありましたもんね、そんな風に朝日なんかもう色塗ったもん、はいはいはい、この番組だけ見てよみたいな見てよみたいな、はい、本当だよ、結果 5.3% で、やっぱ NASA が強かったの、たけしさん裏番組はどうでした、 19.8 ありましたね、同じ時間では、8時9時はね、それだとちょっと分かんないんだけど、まあ天地人もあるしね、この時間ね、かわいそうってかわいそうだけどな、いや、まあ、オンエアしたという事実、結構見た人いっぱいいますね、だって感動のメールいっぱい来てますよ逗子市の秋寛さんもですね、全国初めてね、ナイトスクープ、以前からビバリーで話題になっていた関西の番組なんてナイトスクープは初めて見ました、いろいろ笑える企画なのにどこかほろりとされるところがあって、ね、見ていて飽きませんでした、芸能人ではなく一般の人が主役のどこか懐かしく楽しく笑える番組だったので人気があるのも納得いきました、いいね、5.3だ、いいねこれ、早手さんも普段見ることはない木田太郎さんや小枝さんをゴールデンタイムで見られたので本当に良かったです、そう、だってさ、そう7時8時にさ9時にさ、木田太郎見れた、木田太郎見ずれたもん少し、伝説木田
太郎見れないでしょ、なかなか。ちょっと触れちゃってましたか。飛騨太郎と小枝さんは、なかなか見れないでしょ。飛騨太郎さんでなんか全国ネットで。例え話でしか、もうお名前を。そう、幻のなんか、ネッシーみたいなやつだろ。ないです。幻の、なんかな、クッシャルコのクッシーみたいなやつだけどさ、ね、幻なのかと思ったら、いただろ。いたんだよ。元気だったんだよ。ほいでも、まっちゃんは例の、あの、前から話聞いてた、はい、例の審判になりたい少年がいてさ、それ最後、鳥で感動的だったんだよ、はい、まっちゃん。その前がな、もう、8時台だっていうのにさ、おじいさんのうんこやんだよ。もうそれがダメだっちゅうんだよ。もう8時台にさ、おじいちゃんがうんこするとこずっとってんだよ。それまあダメだろ。深夜でもまずダメだろ、あれ。かなり勝負に出た内容ですね。大阪人はなんか違うな、やっぱり。深夜にやってもさ、ちょっと眉を潜めるぞ、やっぱりおじいちゃんのうんち。やっぱり俺たちの味はこれだろうっていうことで。どないやみたいな。これ受けるとちゃうみたいな。それうんこはやっぱおじいさんのうんこは受けないだろ。ちょっと東京では無理だったかな。それやってたよ。でもあれのやつだ、名作のね、あのね、あの三兄弟、ちっちゃい三兄弟がさ、はい、ゾンビを撃退するっていう名作なんだけど、あれはやっぱり感動するな。8歳のお姉ちゃんと、はい、なんか6歳ぐらいのお兄ちゃんと、3歳の背の男の子、はい、3人がさ真剣にこうゾンビが来るっていうんで、はい、こう作戦練って、本当にさ、いろんなこう仕掛けを家の中作るわけよ。もういろいろさ、セロテープ、ガムテープ貼ったり、はい、こう紐で活用してガーンってぶつけるやつ作ったり、もう武器持ってうわーっつって、さ、本当にゾンビが現れるわけよ。町内の人がみんな、協力してくれてさ、ゾンビが出たって子供で、そっからもう見ると感動するよ。もう必死に戦うからね、かわいい長男坊主泣きながら。それでレポーターのほらあいつみたいなタムケンにさ、はい、お前も戦えや、お前も戦えさ、必死に戦うってゾンビと。これは結構感動的だけどね、名作だったけどね、あれは。うん、そう、でも 5.3 か。でも DVD 売れてますしね。そう、だからいいね。熱狂的なファンは全国にいるんじゃないでしょうか。あとほら、あの千葉テレビとか神奈川テレビで見れるから、たまにね、俺たちはね。MX で見れるんだよ、時々。そうなんですか。そう、見れるよ。俺見てんだもん。うん、それで見れるからね。先生もファンなんじゃないですか。俺ずっと20年間ファンだもん。小枝フェチとしては。小枝フェチとしては。でも本当あれだな、うちの若いディレクターバカだなってさっき思ってきたんだよな。数字調べてよって言ったらさ、はっと持ってきて、あ、ゴーテさんでしたって持ってきてさ、やっぱりこの時間小朝さんは無理ですねって書いちゃった。小朝じゃないっつって。ちょっと名前似てるんですけどね。ちょっと名前似てる。いや、ましたね。あれ、いいだ。もう小さくなっちゃってるじゃないですか。犬と二人。犬と二人。犬が、お知見ですよ、あの人ね。この時間小朝さんは無理ですよって、小朝さん出てないし。ないあれ二人は声だっつうんだよね。ちょっと翔平さんに顔似てる感じのね、方です、ね。そう、面白いね。まあまあまあ、ちょっと頑張ってましたんで、はい、とりあえず行きますか。はい、はい、今日は青森から届きづらい話題を発信中の吉幾三さんが生登場です。高田君と稲井君子のラジオビバリーヒルズ。はい、今日のゲストは吉幾三さんです。いいですね。歌ってよし、喋ってよし、事業に手を出してよしの吉幾三さん。地元青森で野球チームブルーズ女子フォレストを率いて、もう最近青森の原辰徳と呼ばれているそうなので、そんな近況をたっぷり伺いたいと思います。ラジオの前のあなたからメールファックスで今日のゲスト吉幾三さんへの質問、そして月曜恒例テーマ私いいことありましたのお便りをお待ちしています。メールはヒルズアットマーク 1242.com、 ファックスは 0570-00-1242 です。はい、そんなこんなでじゃあ今日も1時まで生放送。